こひよこ、にぎりぱっちり縦横ひよこ、ゆっくり開くよ。せーの、ピヨ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 。わあ、ひよこが出てきました。みんなもひよこさん生まれたかな。生まれた。さあもう一回やってみようか。これ実は何の卵にでもなるんです。さあ次は何の卵がいいかな。恐竜さんにしてみようかな。さあじゃあみんな恐竜の卵作ってください。いくよ、せーの、クシュ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 。できました。さあ恐竜の卵だって。恐竜ってどうやって鳴くんだっけね。ね、さあやってみるよ。どうぞ、にぎりぱっちり縦横恐竜、にぎりぱっちり縦横恐竜。さあゆっくり開いて、せーの、ぐわー、かわいい恐竜の赤ちゃんが生まれました。みんなも生まれたかな。さあこういう風にスカーフっていろんな遊びができます。また今度ご紹介しますね。さあそれでは